ナンバーアンダーラインアイの平野翔が語るファンへの深い愛と感謝のメッセージとはナンバーアンダーラインアイと ILIZ の絆に迫るナンバーアンダーラインアイの未来とファンとの約束2024年の夏東京有明アリーナで行われたナンバーアンダーラインアイの初の単独ライブナンバー0ロリングはファンの心をつかむ壮大なイベントとなったこのライブの魅力は 単にステージ上のパフォーマンスだけではなく、彼らがファンとの深い絆をどれほど大切にしているかを示すものであった。平野翔が、会えなかった i l イ s も必ず会いましょうと語りかけ、ファンネーム i l イ s を紹介したことは、その絆をさらに強固なものにした。ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちがステージに立つ前のオフショットも公開され、ファンたちはその姿に感激し、多くのコメントが寄せられた。 三狼の覇気が出すぎて敬応された最強杉やなどの声が溢れ、彼らのカリスマ性が改めて認識された。若くして自分の目指すことを突き詰め、やり遂げる強い意志を持つ彼らの姿勢は、多くの人々に感動を与えた。安定を捨てて新たな挑戦をすることは誰にとっても恐怖や不安を伴うが、ナンバーアンダーライン愛はその困難を乗り越え、謙虚で努力を惜しまない姿勢を見せている。 その結果、ライブは最高のエンターテインメントとなり、ファンたちにとっても忘れられない経験となった。ファンの一人が、かつてナンバーアンダーラインアイが訪れた道の駅に行った際のエピソードも印象深い。購入した商品の前には紹介ポップがあり、店員との会話の中で、本当に礼儀正しくて素敵だったよ、との言葉が返ってきた。その話を聞いたファンはもちろん、周囲の人々も笑顔になり、 幸せな気持ちに包まれた彼らの礼儀正しさや謙虚さは、ファンだけでなく、彼らに触れるすべての人々を幸せにしている。KP 時代からライブに参戦してきたファンも、今回の初単独ライブでの歌、ダンス、MC のスキルの向上に驚かされ、キャーキャー騒ぐというよりも、そのパフォーマンスに魅了されたと語る。ダンスで見せ、歌で聴かせる彼らのステージは、表面だけでなく、 そのの裏にああるる努力を感じさせるものであった平野翔がファンに対して常に思いやりを持ち、会えなかったファンのことを気遣う姿勢は、多くの人々に優しさを伝えた。ライブに参戦できなかったファンも、MC レポートを読んで電車で吹き出してしまうほど楽しむことができた。以前から、彼のかっこよさだけでなく、楽曲の良さやパフォーマンスの素晴らしさがもっと評価されるべきだと思っていたファンにとって、 そうしたレポートが翔くんが良かったねと喜びを分かち合うことができ次回は会えることを願っているファンも多い半年もかけて考え抜いた末に誕生した素敵なファンネーム ILYs はファンたちに大満足をもたらした3人が一緒にいることそしてそのことに対する感謝の気持ちが彼らの迫力あるパフォーマンスに表れている 最初は人数が少なくて物足りないのではないかと心配されたが、3人が最高の仲間を得て、その誇りと自信が画面いっぱいにみなぎり、3人だからこそ良いという思いを強く抱かせた。No. Underline I のファンネーム ILYs は、ファンと彼らが愛でつながっていることを示すものであり、ファンの応援する気持ちをさらに高めるものとなった。幸運にもライブに参加できたファンは、 ナンバーアンダーラインアイの3人が本当に輝いていたと語り、ファンネームに込められた思いが伝わったと感じている。誰も置いていかないことを常に考えている平野翔のコメントが、その優しさとぶれない姿勢を示している。彼らの性格の良さ、面白さ、そしてファンへの気遣いは、多くの人々に愛されている。アーティストとしての仕事に専念する姿は、茶の間ファンにとっては少し寂しいかもしれないが、 彼らが充実した毎日を送っていることが伝わってくるナンンバーアンダーアダインアイの3人とファンとの絆は愛でつながっているという点で特別なものだ全国ツアーが決まったことに対する期待と喜びは多くのファンの心に響き足腰を鍛えて会いに行くという決意を新たにしている彼らの一生懸命な努力と優しさは他ではなかなか見られないものでありそのまっすぐな姿勢がファンの信頼を集めている 新たな道に進む覚悟を持ち信じた道でやりたいことをやり遂げるナンバーアンダーラインアイ彼らの活躍はこれからも多くの人々に希望と喜びを与えるだろう次回のライブではさらに多くのアイルワイズが参戦できることを願っているそして彼らのパフォーマンスがさらに多くの人々に評価され愛されることを願ってやまないナンバーアンダーラインアイの物語は 挑戦と絆の象徴であり彼らの努力と優しさがどれほど多くの人々に影響を与えているかを示している。これからも彼らの成長と成功を見守り、応援し続けることが、ファンたちの最大の喜びである。彼らの未来がさらに輝かしいものとなり、世界中の人々にその魅力が伝わることを願っている。次回のライブでまた会えることを楽しみにしながら、彼らの新たな挑戦を応援し続ける。 そんなファンの思いが、これからもナンバーアンダーラインアイを支え続けるだろう。そして、彼らの物語は続き、多くの人々に感動を与え続けるに違いない。平野翔とナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、ファンに対して常に感謝の気持ちを忘れず、謙虚でありながらも高い目標に向かって挑戦し続けている。彼らの姿勢は、これからも多くの人々に勇気と希望を与えるだろう。そして、多くの人々に勇気と希望を与えるだろう。 i l エル・アイズという素敵なファンネームを持つファンたちも、彼らを支え続け、共に成長していくことで、この絆はさらに深まるに違いない。未来への希望と挑戦、そして深い絆に満ちたこの物語は、これからも続いていく。次回のライブでの再会を楽しみにしながら、ファンたちは彼らの活躍を見守り、応援し続けるだろう。ナンバー・アンダーライン・アイの未来がさらに輝かしいものとなり、 彼らの夢が叶うことを願ってやまない。そしてその夢を共に追いかける ILYs との絆はこれからも変わらず強固なものであり続けるだろう平野紫耀とナンバーアンダーライン愛の3人がこれまでに築き上げてきたキャリアとファンとの関係性はその全てが愛と情熱に満ちたものであった彼らの活動は単なるエンターテインメントを超えて多くの人々に影響を与えインスピレーションを与えるものとなっている ファンネーム i l i ズに込められた愛は n o ン i とファンとの絆を象徴しており、この名前を通じてファンたちの応援する気持ちはさらに強固なものとなった。n o ン i の活動は彼らが常に新しい挑戦を続け、進化し続ける姿勢によって支えられている。新しい道に進む覚悟を持ち、安定を捨てて夢を追い求める彼らの姿勢は、多くの人々に勇気を与える。 ファンたちは、彼らの努力と情熱に依頼、常に応援し続けることで、その絆をさらに強めている。あるファンは、ナンバーアンダーライン愛が出演した番組で訪れた道の駅に行った際のエピソードを語り、その礼儀正しさと親切さに感銘を受けた。彼らの周りにいる人々もまた、その魅力に惹かれ、笑顔になる瞬間が数多くある。これらのエピソードは、 ナンバーアンダーラインアイが単にステージ上で輝くだけでなく、日常生活においても人々に幸せをもたらしていることを示している。KP 時代からナンバーアンダーラインアイのライブに参戦してきたファンは、今回の単独ライブでのパフォーマンスの向上に驚き、彼らの成長を実感した。歌、ダンス、そして MC のスキルはどれも格段に上がり、その裏にある努力が見て取れる。 平野翔のファンに対する思いやりと優しさは常にファンの心に響き彼らの信頼を集めているライブに参戦できなかったファンも MC レポートを楽しみながら次回のライブを楽しみにしている彼らの楽曲やパフォーマンスの素晴らしさがもっと評価されるべきだという声が多く寄せられこれからもその魅力が広まっていくことを願っている翔くんがよかったねと喜びを分かち合い 次回のライブで再会できることを心待ちにしているファンも多い。